それどうも、今回もやっていきたいと思います。作っていくのはこの豚肉を使ったとんかつサンドです。結構立派なロースに見えると思うんですけどね、これあれですね、ちょっと前にやった動画、豚の生姜焼きの時の余りです。まあまあの量でね、一気に買ったので、そんな簡単には消費しきれないんですけど、これ脂身の部分だけ乾燥させて、肉の部分はラップをして、熟成させてましたね、冷蔵庫の中で。まあ、結果としてはこれぐらいの量でね、一気に買っちゃった方が安く済むんですよね。まあそんなこんなで、1日2日で使い切れなくても1週間ぐらいかけて熟成させてね、好きなタイミングで使うっていう手段もあるので、参考程度にしといてもらえたらなと思います。それでとんかつサンドにするので油は外しました。ただ油ついてた方が好きっていう場合は全然そのまま一緒に使ってもいいんですけどね、お任せします。そしてキャベツの千切りですね。このキャベツも生姜焼きの時に余ったんですよね。なのでちょうどいい機会だったからこれも使うことにしました。たっぷりとね、サンドイッチに使おうと思います。それでこのキャベツにも軽く塩をします。それでフレッシュのまま使ってもいいんですけど、今回はラップをしてレンジで軽く火を入れて水出しをします。フレッシュなキャベツはフレッシュなキャベツでそのままサンドイッチに使うのもいいんですけど、やっぱり水を多く含んでるんでちょっとね、味がぼやけやすいっていう部分も正直あるにはあるんですよね。あとはすぐ食べないでサンドイッチを組んで冷蔵庫にしまってる時とか、やっぱり水が多いんで傷みやすくなりますから、そういった意味でも一旦水出ししておくと、まあメリットもあります。そして今作っているのはマスタードバターです。粒マスタードとポマード状にしたバターを、だいたい3対1ぐらいですかね、3はバターの方です。それで混ぜ合わせておいて、あとでパンに塗るってわけです。ここからは衣をつけていきますね。小麦粉と卵、あとはパン粉です。パン粉は結構細かくしてます。そして順番としては小麦粉、卵、そしてパン粉です。卵からパン粉に移すときはあまり直接お肉を手で触らない方がいいですね。そうするとパン粉のダマができやすくなってしまうので、このように、ボウルなどを使ってパスタの鍋をこう振るような感じですね。それで豚肉を反転させます。そしてこれぐらい分厚い豚肉なんで、衣はできれば二度漬けした方がいいです。薄い豚肉だったら全然一回でいいんですけどね、やっぱりこれぐらいの厚さなんで、なんでしょう、やっぱ肉汁をパン粉が吸い切れないような感じでしんなりしやすくなるんですよね。しんなりしやすくなるような気がするというか、はい。いやでもやっぱりいいですね、これぐらいの分厚いとんかつを使って、とんかつを作って、サンドイッチにしていくっていうのは、なんかこうたまに食べたくなるんですよね、超分厚いとんかつサンドなりますよね。どこのとんかつサンドだったか忘れたんですけどね、なんかすごいうまいところが昔あったんですよね。なんだろう、お店の名前覚えとけばよかったんですけど、まだねその頃そういう意識が全くなくて、ただねあの時のこう感動というか、うまかったなっていうのを自分で作る時はなるべく記憶を頼りに反映させようとしてます。そしてこの肉の火入れは結構大事ですからね、あんまり一気に油で揚げてじゃなくて、小刻みに引き上げて休ませてっていうのを繰り返した方がいいんじゃないかなっていう。
それで、豚肉はこれであらかた火は入ったので、この後はソース作りです。といっても難しい工程は全くなくて、ウスターソースとケチャップと砂糖、あとは赤ワインですね。これらを煮詰めるだけです。まあ、ただこの煮詰めるっていうのがやっぱり肝心で、そのまま使うとどうしてもこう、なんでしょう、味が強すぎるような気が個人的にはしてて、しっかりと煮詰め切るっていうところがいい味を引き出すコツの一つかもしれません。こんな感じでだいぶ水分は煮詰まってきたので、そこからは火を落としてバター加えて余熱に近いような温度ですね、それで乳化させます。あとこれも肝心ですね。黒胡椒がっつり振った方がいいです。たったこれだけなんですけど、これ結構かなりうまいんですよ。冷蔵庫で少し冷ましておいたキャベツは軽くマヨネーズと合わせておくと味が締まるので、まあでもそのままの方がいいっていう人もいるのかもしれないですね。僕はちょっとね、これマヨネーズと合わせた方が美味しいと思って、それでこういう味付けにしてます。ここにも黒胡椒ですね。さっき作ったソースはこのとんかつの片側にまずしっかりと塗っておきます。これぐらいの濃度がいいですね。これよりもシャバいとちょっと流れてしまうんで、なので、まあ、この濃度も参考にしておいてください。そして作っておいたマスタードバターを全面に塗って、まあ、このねマスタードバターがまたいい味出してくれるんですよね。他のものにも使えますし、もちろんサンドイッチだけじゃなくて、ちょっとした炒め物とかにもいいと思いますね。それでキャベツをまんべんなく引いて、このキャベツもねたくさんあった方が美味しいです。そしてさっき塗ってなかった反対側にここで初めてソースを塗って、そして、パンで挟んでいくといった流れです。そしてこのままカットしてでもいいんですけど、そうするとね、やっぱりこうちょっとまだパンとお肉が馴染んでないというか離れやすくなっちゃうんで、一回ここで少しラップでくるんで馴染ませておきます。軽く重しなんかもね乗せておくといいです。それでその間に洗い物っていうような、まあ効率ですかね。うん、そうこうしてると5分10分ぐらいは経つので、そしたらここでサンドイッチをカットします。この耳はね、耳付きでもちろんいいんですけどね、ちょっと今回は見た目を重視したいんで耳は落としました。もちろん後で食べます。いいっすね。うん、何回見ても。それじゃあ、盛り付けいきます。ドレッセですね。まあ、といっても特にそんなねサンドイッチなんでドレッセっていうほどじゃないですけど、うまし、柔らか、贅沢、ソースが絡まっててめちゃくちゃうまい。豚肉がすごい優しく火入れたからめちゃめちゃしっとりしてる。でこのしっとりさは食パンのね柔らかさとすごい合ってて、でも衣の部分だけはサクッとしてるっていう、このアクセントは最高っすね。そして黒胡椒結構がっつり効かせたから
それがこういい感じに切れ味を出してて、全然食べ飽きないというか、このボリュームがあってもね、スイスイいけちゃう。というわけでとんかつサンドでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。